どうも、ラビットラの松本です。渡辺です。はい、さあ、ということで今回もゲームをやっていきたいと思います。はい、はい、今回はですね、目隠しライン何打ったか当てようクイズ。もうスマホ触ってもう何年ですか？もう携帯歴何年ですか？僕携帯デビューしたのは、はい、週2とかかな。週2でしょ。週2やっけ。でも中学生やんな。もう長いでしょ、もう携帯歴のキャリアは。いやもう長いよ。 au のあのピンクのな、このバカバカなやつ使ってなかった。ごめんなさいね、ゲームするってのに、あの何年もな、使いたいからって言ってバッテリー何個持ってたんやったっけ。バッテリーを、うん、あのストック入れて3つ家にあった、うん、携帯のバッテリーストック3つ。そんだけそのパカパカで行こうとしてて、当時すぐ変えたんやな、携帯屋で。すぐ変えましたけど、ね、そう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 。まあまあそんな話もいいんですけども、はい、一応ね、この打つ感覚というか指のこのポジションもう大体ね、うん、指が覚えてると思うんですよ。なので目隠ししても多分もう打てると思うんですよ、文字をね、文章を、はい、なのでヤンビーさんが何か質問したものを、目隠しで LINE で打って、僕が何を打ったか当てるという。よろしいでしょうか。はい、はい、じゃあ目隠し LINE 何打ったか当てようクイズ、はい、スタート。いけた。いけました。見ていい、俺見ていい、まず。あ、いいですよ。僕が今打ったのはこれですね。チャーラは。チャーラは。チャーラは、うん、ちゃんと受けてないで。チャーラは。チャーラは。質問されて、質問されて、チャーラは、チャーラは答えたら、うん、チャーラワになった。チャーラワ、うん、チャーラワ、いや分かってくれると思うけどな、俺ナベさんやったら。チャーハンで、好きな食べ物はチャーハン。正解。よー、おー、ありがとうございます。このね、じゃあ送っときます。いや、なんで送んねん。なんで送んねん。いらんやろ。もうなんか、なんとなくヒントあるし、なんとなく答えれそうでしょ。うん、こんな感じですよ。面白い。はい。やる？やらして。やらして。質問をお願いしてよろしいでしょうか。はい。じゃあ、渡辺さん、はい、お願いします。どうぞ。いや、なかなか難しいね。そのガラケーやったらデコボコで分かるんですけど、 iPhone とかスマホって平面やから。はい、じゃあちょっとさっき見せてもらっていいですよ、撮って。はい、私が、打ったのはこの文字です。石のつてもはんねん。関西弁やってまんねんみたいな。やってまんねんみたいな。でもまあまあ意外とうまくいったかな。石の硬さ半端ないねん。どんな質問やねんそれ。自慢できることは何ですか。石の強さ半端ないねん。そんなわけないもんな。そんなわけないな。これ2が多分ちっちゃい2にしようとしてんのかな。ちっちゃい2にしようとしていけてなくて、うん、石の、まあそういう推理もできるわな。石のってニュアンスは合ってるわね。千葉ロッテ、千葉ロッテ好きな野球チーム、うん、ちゃうな。そう、音でロッテじゃないもんな。阪神タイガース、阪神タイガース。ことわざ、お好きなことわざみたいな。石の上にも3年とか。いいですか、それの答えで。
しかないもん。ていうか分からん、もうそれで。それで。わかりました。正解は、石の上にも3年です。おお、ただまあ、ことわざと言います。ことわざ。座右の銘。座右の銘、はい。何やねん、その。何やねんは、また違うの。じゃあ間違いこれ。いやいや、まあ、文章は当てて出るんで、当てて出れるんで、まあ、うん、三角ですかね。三角。一番分かって。一番嫌なのよ。三角でございます。面白いこれ。いいでしょ。みんなね、多分スマホはもう使い慣れてるんで、感覚、そう考えるよりこう、うん、感覚で打った方が多分正解に近づくとは思いますんで。なるほどね。はい。よかったらぜひ、はい、目隠しでやってみてください。はい、今日はここまでです。またお会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。